4番を打たたててもらえるるようになると外された時のショックってすっごいあるんですよめちゃくちゃあるんですよ4番が折れんにやとかって俺に言って「おいお前4番打ってみるか」とか言ったの野村さんが「やります」って言って「<laughs> 喜んでやります」いいんですか」って <laughs> <laughs> 野村監督もだから思いっきり山張りだったと真っすぐになると全部打てる打てるかって言った や,やりたいもんですかうんやっぱりいいですよ、えー、どう,なんですかどう僕は四番像が自分の中ですごい大きかったんでやりたいけど四番じゃないなっていうのはつ常にやりました、うん、なりたいなってのは思ってましただけどまあ冷静に見るとああまあ四番じゃないなっていう感じですでも四番を打つことも現役時代あるんですけど ああまあだけど俺は4番じゃないなっていう感覚があるんですんどっかにそうなんですで理想の4番はだイメージいややっぱり理想の4番って言ったら僕ら王さんとかそうですね、うん、あとは、まあ、外国人だったバースとか、まあ、僕がちっちゃい時とかそういう人が4番、うん、原さんとか、うん、まあ今ではね3番最強説とか2番最強説とかいろいろ言うけどやっぱ4番は昔は。 4番がまず決まってから打順が決まるみたいなところがあるんで、まあ、チームの顔であり、まあ、もちろんポイントゲッターなんだけど、うん、まあ一番打つやつが4番打つっていうのでやっぱりまあ僕らの世代も4番って言ったらかっこいいよねもうん、まあ憧れですよ。顔顔ですよね、やっぱチームの僕4番打ったこと実はあるんですよ。うんうん、90年九十年、うん、もう野村監督は1回ねこう打順組んでて、ね、4番打つやつが結構なんか打てなかったりたまにあるやんか。うんうん 4番こいつ5番6番になったら打つのに4番になったら急に打たないとか、うんうんね、別にプレッシャーかかってるかどうか分かんないんだけどほんでまあそういうのがちょっと続いてね「4番が俺にや」とかっ俺に言って「うん、おいお前4番打ってみるか」とか言ったの野村さんがで僕にしてみれば4番って憧れじゃんいやいやでプロ野球選手で4番なんて打てるなんて思ってないから「<laughs> やります」って言ってね <laughs> 手をげた「喜んでやります」いいんですか? <laughs> あ」じゃあ4番いけ」って言って、えー、でも俺別にホームランガンガン打てて思われてないから。うん 4番でも普通にやってたんだけど、まあ、それなりにこうなんか,打率も良かったのだから結構もうそのままずっと4番になっちゃったんだけどはい、はい、なんかだからそのホームランガンガン打つ4番じゃなくてもういわゆるつな,つなぎの4番なんだけどただもう今でこそ言えるわけよ俺4番打ったことあるよとプロですごいでしょってこういうわけだから、うん、もうそれぐらい僕にとっては憧れだったよやっぱり、うん、4番やでプロのチームで。 やっぱりそのなんていうかみんながやっぱり期待してくれるしで期待に応えたらやっぱり称賛もされるしで何よりもあの今よく言たようにいろいろな打順でこう今今の野球ってねこうやっていくんですけどよく野球選手が。 「いや僕4番目ですから」っていうコメント聞くと僕めちゃくちゃ腹立っんです <laughs> <laughs> この野郎芝居太郎かと「<laughs> お前4番そんな軽いもんじゃねえぞと」といやその日だけの4番だったとしてもそれになりきって4番を全うしてほしいっていう、うん、そういうやっぱり何て言うのその4番を打った人しか味わえないやっぱりその感覚があるというか、うんえー、そういうものを持ってほしいって思うので。 まあだからその責任を負わされるから緊張感があって今古さんが言ったように4番になると急に打てなくなるっていう人たくさんいますよね、うん、結構いるよね重圧でっていうのはありますけどでもそれもやっぱりあの4番を打たせてもらえるようになると僕野村さんの時に4番打ってて打てない自分があるんですよ 8番を出されたことあるんです <laughs> もうその時はさすがにすねましたよ <laughs> <laughs> 何やこのおっさんと思ってでもその日に8番でマ満塁ホームラン打ったんですよだったら次の日4番に戻してくれたんですけど<ー>その時はやっぱりこうショックと腹立たしさとありましたねで、うん、自分のバッティングで何番がいいとかありますかいやまあ僕は5番番がが多かったったねねやぱ5番がいいですすよ要するに、まあ 結構なんだろう、カブレラの後あのー、タ,イロンタイロン打つの後、<ー>ブランコの後っていう後を打ってたんで<ー>結構やっぱり勝負しなくてそのまま回ってくることが多かったですじゃないですかだからそこのポジションできるの自分かなと思ってたから、うん、だから5番がいいかなと思ってました逆にフルさんますえっとねあのピッチャーの読みを入れて打つんだったら3番が一番打ちやすいですねう やっぱり4番バッターにすごいホームランバッターが仮にいるとするじゃないですかそしたらピッチャーって4番と勝負したくないじゃない例えばそういうことタイロン打つとかそういうのがいいとランナー僕をフォアボール出してあのこいつに回ったらもう大量点になるから3番バッターとこれは勝負しなきゃいけないと思うとストライクが増えるんですよで。ストライクが増えると もうカウント悪くなったらこいつのカウント球ってまあ多分スト,ライストレートかスライダーかなとか思ったらそれ狙って打つ,打つから配球は読みやすすいです、うん、自分より打つバッターが後ろにいてくれたら、うん、で自分より打,打たないバッターが後ろに乗るとなんか僕と勝負するのか違うやつと勝負しようと考えてるか分かんないかいらんいろんな球投げるんですよ。<laughs> なのに食いついちゃってボール球打っちゃったりすることあるんで自分より打つバッターが後ろにいてくれた方が配球はすごい読みやすかったです。うん だから僕、いつだったかな年目30本ぐらいホームランを打った時、三3番バッターだったんですよ。うん、その時、ジャック・ハウエルがいたのかな後ろ4番バッターいたんで<ー>俺とそのハウエル比べたらハウエルと勝負したくないじゃないですか当時のホームラン王だったんでんだから僕と勝負してくれるんで、うん、勝負してくれるっていうのはもうとにかくストライクが多くなるんで相手のいわゆるピッチャーのカウント球を狙ってった関係ないカウントでフォークボール来たりしないんですよ塁出したくないから <laughs> フォアボールが一番嫌だから。うん だからストトライク取りやすいいカウントで打っていくっててく、ね、もうフォアボール出すぐらいなら真ん中投げろみたいな感じもあるからあの後ろはね次打たれると困るから,からそういうのもあってそ,そんな技術だったらもう今間違いなく最強の二番節ですね,さんねそうねだから後ろに打つやつがいてくれるともうすごい楽だったねっていうか、まあ、打って出ようかなっていう感じで武内さん野村さんからその配球教わったっていう話結構有名だと思うんですけど具体的にどういうことを言われたの まあその配球に関してはその、まあ、ストライクワンストライク取られるにもいろんな種類の取られ方があるよと、ね、あのタイミングの合う空振り全くタイミング合わない空振り見逃したワンストライクとかいろいろあるんだけどそれを自分のバッターボックスにでそ,れをそういうのがありますよねそれを全部後ろのキャッチャー見とるぞと。 でそうするとやっぱりそこからキャッチャーっていうのは組み立てが入っていくからそれを逆手に取るのも多いに結構だというふうに言われたんです。だあ,あ,あワンスクエット取られちゃったじゃなくてどうやって取られたかでよう考えろって言われたんですよね。うん、うんだからあのー、意外と野村監督って単純メーカーの野球ですよね。まあそうですね。はい、まあだから複雑に考えようと思ったら複雑に考えやすいからどうしても単純にこうするためにいろいろ。 だから教わるまでは野村監督の野村野球ってもう本当にこう制限があって難しくてこう考えてもうそれでいろいろかじき出してやっていく野球だと思ったけどもいろいろ教わってるうちにあ意外と簡単に教えてくれるなと思ってそれがすごく自分にはまったんですよねだからその「打てなかったら諦めろ」って言うんですあの人「しゃあないやんか」「次頑張れ」って言うんですよ だからその次がが「頑張れ」がどうやってやられたかどうやってホームラン打ったかヒット打ったかっていうことを考えてネクストのバッターボックスに入れとそれでも打てんことばっかりなんだぞとそれでダメならもっと考えろ「頑張れ」ってでそれでももうずっと打てなかったらもうやめちまえって監督言うんですよだからそういう部分ではすごく楽だったんですねそうね。だから結局、 まあ言っててもすすごいい難しい球って打てないですよでだから甘い球しかまあ打てないんで、まあ、結果的にですよ特にホームランなんていうのは。だからそれが来る例えばカウントとか見逃し方とか例えば空振りの仕方でも、まあ、例えばこのバッターはうーん例えば1ストライク後2ストライク後ぐらいまた狙い球を例えば絞らないとか逆にと同じ球種を狙ってくるとかっていうのはあるんで、うん、そういうのを根拠にサインを出すんで、まあ、先回りしろと。 だから例えば初球でスライダー来てまあっすぐ待ってたとしてブワーって空振りしますよね。そうしたらバッターというのはどうしても変化球空振りすると変化球マークがどんどん強くなっていくんでもう追い込んだら逆に言うと変化球来ないんですよ。もう,もうマークされてるなと思ったらキャッチャー出したくないんでだからそういう時は違う球が来ますよっていう話をそれキャッチャーとかピッチャーの都合を見たら分かるでしょだからこっちの確率が高いから思い切って狙っていけと。 まっすぐもフォークもスライダーもカーブも全部マークしてたら結局打てないからその確率の高いところを狙ってその代わり一撃で仕留めろと当たった時はっていう感覚なんですよ、うん、野村監督もだから思い切り山張りだったと、うん、ボ,ボールが止まって見える見えたことないわっていう人やからまっすぐ狙って全部打てる打てるかーっていう人なんですよ、うん だから、打てるやつはいいよとあの。今のプロでもねず,ずっとマスクになて、前田みたいに、ね、マスクしか待ってない言うけどそれで打てるやつはいいけど俺らはそれじゃ打てないから、うん、相手の都合根拠を考えて投げてくるからそれを変球狙ってだって変化球だったら変化球を狙ってそのま来たら確実に仕留めるっていうのをそっちの方が確率が高い。 しかも長打が打てるっていう感覚なんで、うん、だから的が外れたらほんまにカーブ狙っててまっすぐドーン来たらこんな感じでドーンってもう <laughs> 見逃してるけどそれは外れることもあるわなっていう話でそれれは意外に許してくれるんですよ、うん、だからまあすごいランナーたまって期待してる時ねど真ん中見逃しのまま三振したらそれはさすがに怒るかもしれないけど、まあ、そういうこともあるわと狙い球外れるでも狙い球を絞っていくことに関しては全然あの怒られない逆にやれっていうタイプ。うん だったですねその代わり勉強しなさいよという感じです言い訳は怒られましたけど本当に自分で考えてそれが失敗になった時にはしゃあないなとそれは野村監督なのにあこいつは言い訳言っとるなとだから、あのー、楽天の時は志摩がもう怒られたくないから言い訳言うんですよ<ー>もうこれは人間だからねもうあんだけ追い込まれたら <laughs> もう言い訳言っちゃいますよね<ー>そうすると監督が「もう言い訳は聞きたくない言い訳言うな!」 でお前それ考えてないだろ言い訳だろうって怒られるんですで、まあ、島もやっぱり年々知恵がついてくるんで,で本当に自分の思ったことをもう聞いててちょっとちんぷんかんぷんなこと言ってる時もあるんですよでそれを監督にぶつけると「もうじゃあそれじゃしょうがねえじゃねえかじゃあ次頑張れ」って言ってくれるその判断はしてくれましたね名村監督は、うん。山晴れとはよい言ってました で早い球で空振り三振してくるとポツッとそろそろ迎え来たなって、ね、<laughs> だからね <laughs> 早い球で空振り三振したくなかったんですよだから必死に早い球打ちに行ってましたそういつもやだよ <laughs> そろそろ迎え来とるなって言われるのよ <laughs> 反骨心を煽ってたんじゃないで, <laughs> でもあの王さんでもやっぱり野村監督でもやっぱり王さんもそうやって言ってたらしいです まっすぐ振り遅れるなって、あのー、まっちゃんもさって言ってましたね。えー、王さんもすっごい空振り。して帰ってくると、まっすぐ、ちょっとチクって言われてたって。えー、うん。